ルフィはどこだ？え、あ、台所だと思うけど、どうした？呼んでくれ、一大事だ。え？革命軍がやられたのか？ユガラ、確か革命家ドラゴンの。あ、サボ、これ俺の兄ちゃんだよ。は？サボさん？あのドレスローザで会ったって言ってたもう一人のお兄さん、参謀総長なんですか？革命軍のナンバー2じゃないですか。どんな三兄弟よあんたたち一体。いえ、すげえ。じゃあこの横のドラゴンって。当然でしょ、2年前におじいちゃんが言ってたじゃない。革命軍総司令官ドラゴン、あんたのお父さんでしょ。これが俺の父ちゃんか。今さら、ルフィのお父さん革命軍のボス、すごいすごい。ダルチュン、あんた2年間全く調べたりとかしてなかったの？普通気になるでしょ、こんな有名人が父親なんだから。ロビンもずっとお世話になってたって言うし。そうか、初めて見た。でもあんま似てねえな。それよりサボが心配だ。もうよっ、まあ写真じゃ実感湧きませんよね。よっ、はあ、何者かの情報で総本部の場所が発覚だけど、海軍とサイファーポールが到着した時には黒ひげ海賊団が総本部を破壊した後だったって。黒ひげ、あいつら。でもどうして四皇の黒ひげが革命軍を狙うの？変じゃない？ドレスローザでチャンピオンが戦ったけど、関係あるかな？四皇黒ひげはサイファーポールとの衝突の後逃走したそうだ。おい、ルフィ。特に死傷者などの情報は出てなかった。ユガラの父や兄がもし捕まったり死亡したりしていたら、それが大ニュースになるはずだ。おい、ルフィ。ひとまず命は無事なのではないか。